マリーナ・オフシャンニコワです。ロシア国営放送に勤めていました。ウクライナの戦争に関する放送はおかしいです。ロシア・プーチン政権のプロパガンダなんです。私はこんな欺瞞を許すことができません。ウクライナ戦争にポスターを掲げて抗議しました。今日はマリーナ・オフシャンニコワから日本の国営放送に関するメッセージをお伝えします。日本の国営放送 NHK はおかしいです。イギリスの BBC は立派です。ロシア国営放送は豚うんこです。NHK はこれでいいんですか？モミー、10年前に NHK の会長になりました。政権に言われるままの NHK 何の意味もありません。安倍晋三というネトウヨが政権を取ってひどいことに。安倍晋三は用心棒に雇った暴力団から火炎瓶を投げられるやつです。その安倍晋三の提灯記事書いたのが正規ドロドロの山口のりゆきです。そのドロドロの山口のりゆき仲間が岩田明子です。岩田明子が NHK でどんなひどいプロパガンダしているか前に説明しました。日本の皆さんは岩田明子プロパガンダ許してはいけません。